どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、ちょっと遅くなってしまいましたが、早乙女レイちゃんのキャラクター評価をね、取り行っていこうと思っております。レイちゃん、まあいつもキャラクター、新キャラクターが出てくると恒例行事として、あのキャラクターの評価をねやっていこうと思ってるんですが、前回城之内やりましたけども、今回はこの早乙女レイが来まして、レイちゃんね、このまずね、一個素晴らしい点があって、この10代くんと20代くんの間に挟まれてるんですよ。これ運営さん素晴らしいですね、仕事。このね、やっぱね、このレイちゃんっていうのはこの10代くんが大好きで、あの原作でもね結構10代くんを愛しているキャラクターなんで、まあ、割とこの位置的には素晴らしいかなと思ってます。まず配置星5 配置星5、そしてルックス星5、素晴らしいですね。やっぱ、まあ、ちなみに個人的な話をすると、僕あのチッパイは好きではないので、チッパイがあんまり好きじゃないので、デカパイが好きなんで、個人的には好きじゃないですけど、そんなにはけど、世の中にはですね、チッパイ、そして幼女好き、これ無限にいるんですよ。無限にいる。でデュエルリンクスはセラちゃんとかルカとかを育てることから幼女育成ゲーって別名呼ばれてるんですね。で、まあ、幼女育成ゲーのその、まあ、あの一人として、まあ、参加してきてるんで、まあ、これたまらないファンにはたまんないんじゃないかなっていう。でそういうファンにとってはルックス、これ多分なんか星5では収まらんみたいな感じだと思うんですよ。なんで、まあ、ルックスは星5と、したいと思います。何の評価してんだ。真面目にスキルの評価をしていきましょう。スキル評価星4ですね。星4、なんでか汎用スキルをねしっかりと持ってるんですよ。城之内とは違いますね。城之内くんとはね、あの象のうんちくんとはね、あんな、なんか、なんだろう、顔だけイケメンのね、お兄ちゃんとわけが違いますよ。レベル上昇、そしてリスタート、素晴らしいです。この2つを持っているだけで育成する価値がありますね、このキャラクターは。汎用的に使えると。デュエルリンクスっていうのは固有スキルで戦うのも大事なんですけども、こういう汎用スキル持ってるかどうかっていうのもすごい大事で、これ持ってるだけでも星5ぐらいはあるんですよ。で、じゃあなんで星4かっていうと、これね、固有スキル、素敵から乙女のハイテンション、乙女の求心力、乙女のガード硬いのよっていう、この固有スキルがあるんですけども、非常に絶望的な弱さなんですよ。固有スキル弱すぎ問題っていうのが発生しまして、でこれで一応星1個減らして星4となってます。で、まあ全部見ていくと、まずレベル上昇リスタートローレベルあたりはすごい強いんですよね。ローレベルも結構その修正されまして、ライフポイントが1000減ると使用できるっていう、コツさえ1枚で発動できるスキルになってるんで、結構強くて、これ新しくこう例えば魔導将来が修正された後のアレイスターを引くスキルとかにも、まあ、使えたりとかするし、結構強いかなと。で、まあ、ドロセンス魔法花はあんま使わないかもしれないけど、まあ、天使の微笑みとかも別に弱いスキルではない。で、聖なる守護も結構面白いスキルですね。これの配音スキルは結構強くて、割と、まあ、この辺は星5。で、こっからですね、問題は、素敵。自分フィールド上の恋する乙女。これね、恋する乙女の数まで、相手のモンスターを選んで、選んだモンスターに乙女カウンターを1つ置きますよ。このスキルはデュエル中に一度しか使用できませんよと。で、こいつの乙女がどういうモンスターかっていうと、戦闘で攻撃表示だったら戦闘で破壊されなくて、で、攻撃されたダメージ計算後に攻撃したモンスターに乙女カウンターを置くよっていうモンスターなんですけども、使わないんだよね。まあ、そもそもなんか白光のなんか乙女少女だっけみたいなモンスターがいて、あれとなんか似たような効果持ってるんですよね。で、ロック性能はあっちの方が高いんですよ。だからぶっちゃけ多分ね、使わないんだな、このスキル。使わないんだな。恋する乙女のスキルなんですよ、全部が。この素敵から乙女のガードは硬いのよまで。これ全部合体して1個のスキルにしちゃって俺いいと思う、俺。そんぐらいしないと誰も使わないと思うんだよね。このキャラクター。で、乙女のハイテンションは、キューピッドキッスの効果でモンスターのコントロールを得たとき、そのモンスターの攻撃力分だけライフを回復すると。ライフ回復するして勝てるんだったらいいんだよ、遊戯王って。遊戯王ってライフ回復したら勝てるゲームじゃないじゃん。ライフ削んないと勝てないから。だからね、これも別に使わないから、と思いますね。で、乙女の、求心力。
自分のフィールド上の恋する乙女1体選んで次のターン、次の相手ターンか、その恋する乙女が攻撃表示でいれば恋する乙女以外のモンスターに攻撃することはできませんよと。デュエル中に一度しか使用できませんよと。これね、まあデュエル中一度とかつけることはいいと思うんだけど、このぐらいのなんだろうな、スキルなんだったらこれ全部もう合体して1個にしちゃっていいと思うんだよ俺。なんか誰が使うんだろう、誰も使わ、俺使われたことないから今のところこのスキル一回も使ってるの見たことないし。ねえ、乙女のガードは硬いのよ。これも、自分の恋する乙女が戦闘側の場合自分への戦闘ダメージ半分になると、ま、これが一応一番ワンチャンありそうなスキルではありますよね。恋する乙女を活躍させられそうなスキルではあるんですけど、あの単一制限とかないしずっと使えるスキルだから、まあでもなんか全部もうなんか適用しちゃっていいんじゃねえかなっていうぐらいのスキルなんですよ。だからここの部分があまりにもちょっとなんか問題外すぎて星1ぐらいなんですよ評価。だからこれがあることによってレベル上昇とかリスタートがあることによって、まあ、一応星5から1個減らして星4ぐらいが個人的な評価になっております。残念ですね非常に。で、カードレベル報酬ね、レベル報酬結構いい感じの将来性があるんで星3ぐらいで、これなんてかっていうとトワイライトロードっていう、こういうカードがレベル報酬にあるんですけど、トワイライトロードって結構面白い効果持ってて、なんかライトロードのアッシュみたいなあの効果なんですけど、例えばトワイライト ロードファイター来航だと、召喚もしくはリバースした場合これね、あの来航の癖しやがってね、召喚でもいいんですよ、召喚でも反応するっていう効果、っていうのは墓地からライトロードモンスター1体を除外してフィールドのカード1枚を何でも選んで除外すると、対象を取らずに除外するっていうなんかエバリーみたいな効果持ってるんですよ。これめっちゃ強いし、これめっちゃ強い。ちなみに選んで除外するんで、呼吸としても処せるんですよ。これすんごい強いですよね。で召喚でも反応するから。でこれトワイライトロードってどういう、まあ、効果かっていうと除外していくんですよカードを。でなんかそのバニッシュメントドラグーンっていう、エースモンスターがどっかにこれいるんですけど、除外されているライトロードモンスターが4種類の場合だったら特殊感できるとかいうモンスターで、まあ、要はライトロードデッキの切り札裁きの竜ジャッジメントドラグーンのなんかアッシュみたいなもんですよ。でこれでなんかその相手のお互いの墓地のカードをなんかこうとか除外されている、カードを全部デッキ戻してなんかデッキ回復したりとかできるカードなんで、結構、まあ、環境みたいにもなり得るカードなんですけども、結構ね将来性がある。例えば白雪っていうモンスターがいるんですよ。OCG に墓地のカードを除外して特殊ができるっていうモンスターなんですけども、ライトロードデッキっていうのはこれめっちゃ入ってるんですよ大体。前まだリンクスには来ていないんだが、その白雪とかが来た場合って結構除外にモンスターを用意するのが簡単になってきてて、でそういうカードが来た場合バニッシュメントドラゴンってすごい強くなるんですよ。簡単に除外しているライトロードモンスターを4種類用意できるから、だからそういう将来性を含めて、まあ星3くらいかなと。まあ、一応全部見ていくと、これも別にピシエの独身術いらねえけど、まあジェネラルジェインもまあ別に大したことはないかな。手札は墓地からライトロードを除外するとフィールドの表が表示モンスターを攻守単指導時までレベルかける300ダウンさせるよって効果。まあ、これも別になんかダウンさせるよりは除外しちゃった方がいいから、まあ、強いのはこれだよね、これね、これやっぱ強いね。トワイライトロードファイター来航、来航確か3枚ゲットできるんだよな。1枚、2枚で、3枚3枚ゲットできるんですよ、レベル上げるだけで。強いっすよね。でバニッシュメントドラグーンも2枚か、2枚ぐらいあるか、めっちゃくちゃ優秀。まあ、この辺はまあ被ってるから、まあちょっと1回飛ばして、これかレベル40違う、レベル45これ、トワイライトイレイザー、自分のフィールドに同じ種族でカード名が異なるライトロードモンスターが2体以上存在すれば、自分の墓地のライトロードモンスターを2体除外してフィールドのカード2枚を除外できると。これも結構やっぱパワーカードではありますよね。まあ一応2体存在しないといけないっていう、まあ、発動条件があるんで若干使いにくいは使いにくいんですけど、まあ、ただ強いカード2枚除外できるから、1枚で条件満たせば、まあ、強いよね。というわけで、まあカード的には、まあ、将来性を鑑みて星3くらいかなと思うんですよ。なんで、総合評価、レイちゃんの総合評価、ルックス星5、スキル
星4、カード星3、よって総合評価星4と高い。素晴らしい。城之内くんはね星2だったんですか。彼は彼星2だったんですよ、総合評価。これ星4あります。素晴らしいね。ということで皆さんもよかったらね、早乙女レイちゃんしっかりと育成していただいて、デュエリンクスは幼女育成ゲーだということを実感していただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。